ガールズマンデーナイト月8はい皆さんこんばんはイーイ <laughs> はいえこ、ー、も始まりました「アクトレスガールズマンデーナイト月8」ということで生放送でまあ、50分間しゃべり倒す MC を務めさせていただきますアクトレスガールズの本間タイですよろしくお願いします <laughs> イエーありがとうございますはい、えー、昨日はですね、えー、アクトレスガールズのビッグマッチ後楽園ホール大会がございましてここに、えー、ね、えー、初代 AWG タックベルトがあるということはですね、私 え先週ゲストに呼ばせていただいた尾崎舞香パートナーの尾崎舞香の「スパイスアップ」初の防衛戦防衛することができましたありがとうございますイエーイスタッフさんもイエーイって言ってくれてありがとうございますはいあのー、まあそのねちょっと防衛戦のことは まああのー、いつものオープニング動画見てもらってちょっと、あのー、今後のねアクトレスガールズのスケジュールなどをあの確認していただいた後にあのに、ー、じっくりとちょっと話させていただきたいなと思いますが、まあ、ここにねベルトがあるということなので一番最初に皆さんにご報告させていただきましたということで、えー、月八のいつもの本間隊のオープニング動画を見ていただきますどうぞ ありがとうございい、ました。はい、なんか昨日あのー、試合を終えてまあ、防衛したっていうことを感じながら今のオープニング動画を見るとなんかちょっとまた。 違った気分で見えてくるなっていう気持ちは正直ありますね。はい、嬉しい限りです。ありがとうございます。えー、昨日ですね、えー、ビッグマッチを終えてアクトリスガールズとして、まあタックベルトももろもろ、シングベルトもかなりあのー、動きがババッと激しくなって、 おりまして、まあ、今後のね、アクトリスガールズがどのように変化していくのかっていうのを楽しんでいただきたいと思いますし、まあ今みたいなね、映像の、あのー、まあプロレスのお仕事をしているリングで暴れ倒す本間さんにはいつ会えるんですかということなんですけども、スケジュールをちょっと出していただきましょう。 はい、ありがとうございます。えー、早いことでもう4月ですね。<laughs> はい、えー、この間ですね、昨日が4月4日のビッグマッチコラケンホール大会が終わったということで、えー、一番近いのが4月13日のビギニング新木場大会となっております、えー。なんとですね、あ、ありがとうございます。大きくしていただいた。えっ、ー、と、なんとですね、昨日の後楽ンホール大会の 試合の中で、あのー、2017年デビューの五十嵐ノア選手っていうもうキャラがめちゃめちゃ濃い選手がいるんですけども,もう普通にね普通のお仕事もともとは女優のお仕事をしてたんですけど今普通のお仕事をしている人、あのー、メンバーで人っていうのもおかしくいですけどメンバーで、えー「週末ヒロイン」っていうキャッチコピーがあるぐらい週末だけ、あのー、働く。 社会人の味方じゃないですけどいつも普通に社会人と働いて、えー、週末の時だけあのプロレスとしてヒロインとしてあのリングに立つっていうキャッチコピーでずっとやっている本当に面白くてあの素敵なメンバーの方なんですけどもノアちゃんがねあのなんと後楽園ホール大会でマイクを握ってあの自分の思いをあの話したんですね。 で、13日、4月13日は火曜日なんですけども、まあ、ビギニング大会、まあ、ビギニング所属なのでビギニング大会あの出たいということであの有給を取っていただいて <laughs> 素敵よね有給を取ってこの4月13日にあの出場していただくんですけどもそこでの決定カードがつい先ほどあのアクトレスガールズの公式 ツイッッターでアップされてておりましななんとなんととね念願の,その言っていたあの米山選手とのシングルマッチというのが決定カードで発表されておりましたので、まあ、13日にどのようなシングルになるのかはあのそれまでの時間の経過によって変わってくると思うんですが。 まだのあちゃん、仕事で見てないかもしれないね、ツイッター。もう見るかななので、ちょっとびっくりするんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、えっと、他のね、カードももう決定しておりますので、明日ぐらいには発表されると思うんですが、とりあえずまず、あの、のあちゃんの <laughs>、まあ、目玉カードですね。こちらが決定カードとして発表されているのが4月13日ですね。だから来週再来週来週ですね。 来週の火曜日なので、あと8日。まあ、結構時間がないんですけども、皆さん見に来ていただけると嬉しいです。もちろん、えっ、ー、と、スパイスアップ防衛したということで、マイカにも参戦していただいて、スパイスアップとして、あのー、戦いたいという気持ちを伝えてありますので、そちらのカードも楽しみにしていただけたら嬉しいです。そして、えー、4月29日がカラーズ、えー、昨日のコーラーケンホール大会でシングルマッチベルトを 佐紀選手が美雪から見事取るという。 素晴らしいメインイベントだったんですけどもあのマイクもすごく感動しましてあのアクトレスガールズとしてまたさらにあのスピード感アップしていろんなものを皆さんに届けていけれるようなあのそんなメインイベントだったなっていうのはあって本当に感動したんですけども、えー、そんな、えー、と新しいベルトが動いたカラーズの大会が4月29日こちら木曜日の祝日ですねに行われるということです。そして、えー、5月 ですね、えー、これ5月4日、えー、プロレス横浜プロレス祭りというものがありまして、えー、345とあの横浜のラジアントホールであのいろんな団体さんが出てあのプロレス祭りを盛り上げるっていうので5月4日の輪に関してはアクトレスガールズとしての興行があの1個組まれてるとでも他の団体にもあの参戦する。 メンバーがいたりまあ私もレギュラー参戦させていただいている団体さんの大会もございますので、まあ、私とかミクとかは違う大会にも参戦する可能性があるということですね。まあでも一番は、えー、ホーム大会である5月4日にあの横浜ラジアントずね横浜祭りとプロレス祭りということなので毎年。 りまして去年がねちょっとできなかったんですけども一昨年とかもすごく盛り上がって本当にお祭りのような楽しい楽しいあの大会になっておりますのでいつもとはまた違った雰囲気の アクトリス・ガールズを楽しんでいただけるのではないかなと思っておりますそして、えー、5月8日のプレ公演後ほどこれもう一度画像を出しますのでその時に話しますねそして5月16日 ACT、えー、大阪大会こちらイナロックボックスで行われます、えー、4月がね、えー、大阪大会がございませんので、あのー、この5月16日のイナロックボックスで、えー、大阪に行くということですね月1で あの大阪大会やっていたんですけども4月がないということで5月ね16日ちょっと空いちゃうんですけどもその間にねまあ5月16日にあの大阪の人たちにもしっかり防衛してベルトを巻いた状態でまた帰ってくるよというあの約束を果たせたんじゃないかなと思いながらまあそれまでにもしかしたら誰かがねやらせろみたいな感じでタイトルね挑戦してきても。 16日にしっかり防衛した姿で大阪に行きたいと思っていますあと年内のね発表がバーっと決まってる状態で発表されておりますそして、えー、昨日の4月4日のビッグマッチアクトレスガールズ交絡園ホール大会にて8月の13日金曜日ですね、えー、花金でございます、えー、しかも8月なのでね、多分これ夏休みなんじゃないですか ですよねなので、はい、すごく都合がつきやすいのではないかという日程になっておりますこの8月13日のビッグマッチ高楽園ホール大会が、えー、昨日の4月4日の会場で、えー、先行販売を開始しておりまして、まあ、なんあのその会場でしかあの売り始めてないんですけども、えー、チケットメール予約が、えー、9ですね4月の9日 の金曜日19時から開始するということなので、えー、今回の4月のビッグマッチ大いにアクトレスガールズが動きましたまたこの8月にも多分この8月までに,にもアクトレスガールズ、えー、アクト大会ビギニング大会カラーズ大会を通してものすごいスピードで動いていくと思いますなのでこのまたビッグマッチに向けていろんな選手がまあ私もそうですけども 仕掛けてくると思いますのでぜひぜひ皆さん8月13日、まあ、会場でねあの先行販売を <laughs> 詰まっちゃった買っていただいた <laughs> 人たちは楽しみにしていただいて、えー、先行販売で会場で買ってないよって方は9の9日の金曜日19時からのメール予約のチケットをあのご予約いただけますよよろしくお願いしますうん8月にまた ね、あのー、防衛戦後楽園ホールでの防衛戦もやりたいと思うしなんなら挑戦もやりたいなと思ってるっていうのもあるのでまあどんなふうに動くのか分かんないですけどもありますので是非是非皆さん、えー、楽しみにしててください。はい、えー、といととうことで あのこちらはですね公式のアクトレスガールズのツイッターがございますそちらをチェックしていただいたり、えー、とアクトレスガールズのホームページが、あのー、リニューアルして復旧いたしましたのでそちらでもご確認いただきますのでよろしくお願いします、えー、チケット予約に関しましては、えー、とチケット予約ホームというものがまだ復旧しておりませんので、えー、チケット予約専用のアドレスというものがございますのでそちらで えと予約していいたただけるとありがたいですもしわからない場合は、まあ、リップだったりとか私の場合だったらあの DM だったりとか送っていただけるとあのご対応できると思いますので皆さんあのお気軽にあの質問などわからないことは言ってください。よろしくお願いします。はい、えー、ということで、えー、5月8日のね舞台、えー、の詳細にいきましょうか。えー、5月8日の シェルオール。あ、ありがとうございます。こちらですね。こちらが、えー、なので、あ、もう1ヶ月、あと1ヶ月 ?1 ヶ月ちょっとか。ということで、新規場で、こちら3円となっております。でね、チケットがね、もうね、あのー、まあ、もとなかったんですけども、今の段階ででしてね、えー、残り、これ言っちゃっていいのかな 7枚 <laughs> 7枚ですもう7枚しかないので皆さんお急ぎでよろしくお願いします、えー、こちらはですねプロレスとは別で、えー、舞台となっております「えー、リングで物語新たな世界」ということで、えー、プレ公演の再演ですねアクトリングというで宇宙海賊シェルオルというメンバーがですねあのメンバーっていうんですかね、えー、と役を演じながら、えー、なんか 襲撃じゃないですけど来ましてまあわちゃわちゃわちゃと盛り上がってわちゃわちゃわちゃとなっていくっていう感じなんですけどもまあね本当にね、えっと、初演ああ言ったった,った初演プレ公演を、えっと、新規じゃない間違えた、えっと、新宿フェイスで2月にやらせていただいたんですけど、まあ、その時にすごく好評がよくてですねで、えっと、改めて新規場でやるということで、まあ、これも残り7枚となっておりまして。 あのもうなくなくりますそして、えー、6月12日に、えー、初の大阪での舞台ということでこちらの宇宙海賊シェルオールが6月16あ12日に、えー、大阪イナロックボックスで行われるということも発表されて、えー、チケット予約も、ね、10日か,なから始まるということなので、えー、こちらの新基盤もの関,西関東での舞台。 宇宙解読シェルオールも残り数枚そして6月12日はまた、あのー、出演者がちょっと変わりましてゲスト出演という形になってすごいメンバーがゲストに出るということで、あのー、とてつもなく、あのー、倍率が上がると思いますので <laughs> 皆さん、あのーあのー、6月12日も早めに、あのー、ぜひご予約をいただきますよよろしくお願いいたしますありりがとうございまますドドゥゥンってなしたありがとうございますありがとうございます はいあこちらですねこのキャラの人たちが実際に、えー、3次元に出てきて動いたりしゃべったりしておりますもちろん、えー、私はアクトレスガールズの本マタイとして出演させていただきますのでまたね違った、まあ、音響だったりとか照明だったりとかもちろん台本もありますしセリフもありますしお芝居の稽古もあり。 えー、ミザンスっていうものをつけたりとか戦、ま、うシーンの,あの練習もしたりということで本当にあのみんなで作り上げている舞台一つの作品となっておりますので、あのー、あんまりねあのプロレスを見たことないっていう方でも楽しんでいただけますしもちろんプロレスも好きですという方も楽しんでいただける舞台になっていると思います新しいエンターテインメントを皆様に届けたいと思いますのでぜひよろしくお願いします5月8日の新バー大会は 本当に残りわずか数枚です。よろしくお願いします。はい。ということで、えー、一回ちょっとお茶飲みます。え <laughs>、はい、えー、いつもね、まあちょっと、ああ、自分的には、 あの声やっぱりいつもよりかすれてるなって思うんですけど多分聞いてる皆様は「うんいつもと一緒」って多分言うんだろうなと思ってるからもう言いません <laughs> なんですけどもまあ、昨日ね、えー、4月4日の「 後、えー、楽園ホール大会を終えまして全、まあ、試合本当に、あのーまあ、カラーズとビギニングっていう2つの団体で私たちはあのアクテレスガールズとして頑張ってるんですけども、えー、カラーズとビギニングの対抗戦のカードが主にある中でのスペシャルカードがあったりとかでタイトル2つが組まれた本当にビッグマッチらしい大会で最後もお客さんがとってもとってもあのー。 楽しんでいただけた楽しかったっていう言葉を多くあの伺うことができた大会で自分自身もメンバー自身もカラーズもビギニングもとてもとてもあのいろんな思いを感じれた悔しい思いをした人もいると思うんですけどもいろんな思いが動いたあのた。 大会だったなと自分的には思っております、えー、昨日ね会場に足を運んでくださった皆様そしてね雨だったからそ足元が悪い中ね天候が悪い中でも会場に来ていただいたりあと移動ね物販がありましたのでそちらにも顔を出していただけた皆様本当にありがとうございます、えー、そちらでですね、えー、見事 <laughs> <laughs> 見事、カラーズの真理選手、清水光選手からスパイスアップ、私ね、ビギニング所属の本間泰とフリーの尾崎舞香で、えー、スパイスアップで初の防衛戦を V1 達成することができました。ありがとううごございま <laughs>、はいまますすはもくね、あのー、緊張しました <laughs> ま毎回 あんまりねその緊張しないっていうことがないんですけどその新木場大会とかでも結構緊張するんですけどやっぱりあのタイトル戦っていうこともそうだったしあとやっぱ後楽園ホールっていうところでね、あのー、あったので結構できもうお客さんもすごく盛り上がっていただけたのであのー、うすごい なんて言うんでしょうね。幸せなプレッシャーがたくさんありました。でも、あのー、勝ててよかったと思っております。はい、えーですね、昨日の写真をちょっと、あのー、ご用意したので、出してもらいましょうか。画像を、パン。はい、こちらですね。はい、こちら、今、私のスタジオにも持たせていただいております。AWG タックのベルトとなっております。はい、あのー、アクトレスガールズがですね、結構ピンクを、 支流にあの下の,あのキャンパスもうこれファンの方とかの,あのクラウドファンディングで作らせていただいたキャンパスなんですけどももうあの文字があのピンク色だったりとかしてちょっとピンクっていうか結構ねちょっと可愛らしいあのモチーフにしていただいていまして今回のタックベルトもこのピンクということであとあのティアラをモチーフにしたベルトになっていてこれがあの本当に褒めていただけるどこ行っても。 めっちゃいいねとかすごいいいねっていいなって言っていただけるベルトなのですごく嬉しいですねこの、えー、私たちスパイスアップはこれの初代のベルトを、えー、とトーナメントを勝ち抜いて巻くことができまして今初代としてあの2月11日かに、えー、と初代になったんですけども今回の4月4日の後楽園ホール大会で初めての防衛戦と なりまして私はビギニング所属なんですけど相手、えーと対,抗まあ、対抗してるとか EU にライバルのように、あのー、競い合ってるカラーズという団体がございましてそちらのナンバー、えー、2、3ですね自称。今ナンバーワンが 本当にあのー、アクトレスガールズのトップになられたので早紀さんの下に続くカラーズの所属のナンバー2ナンバー3と言われているマリ選手清水光選手という,もうつまりまあめちゃめちゃ強敵なんですよ強敵カラーズの2-3がこのベルトにロックオンしてもらったことは私的にはすごく嬉しくてあのー、やっぱりチャンピオンは。 対戦相手っていうか挑戦相手があの出てきてくれないとこのベルトをさらに輝かせるっていうことがやっぱり難しいしあの防衛すればするほどこのベルトの価値も上がるし自分たちがチャンピオンとしての,あの役割っていうんですかねこのベルトの価値を上げるっていうことをあの見わっていけると思っていますのでやっぱり。 あのこのベルトを本気で巻きたいと思っている強敵な人が対角に来ていただけると本当にチャンピオンとしては嬉しい限りでましてや甲羅ケンホールというビッグマッチでこのタイトル戦ができたっていうことはすごくすごく嬉しいし誇りでしたね。でちゃんと成果,成果というか結果として守り抜けたことに本当に本当に一安心と嬉しさと幸せを 噛み締めてますやっぱりタイトル戦ですからねちょっと4人とも険しい顔してますね <laughs> 今のスタジオにいる私とはちょっと違うマイカあのマイカ私のパートなんですけどマイカなんてもうなんかちょっとありがとうございますねはいでも本当にあの入場時もやっぱりでもちょっとやっぱり見ていた人にも言われたんですけどやっぱりちょっといつもと雰囲気違ってちょっと怖かったって 言われたんですけどまあそれれははねね取られるわけににいいかないんでで真真真剣剣剣ののすよ、ね、本当に、まあ、前哨戦も結構組んでいただいてて何回も何回も戦って向き合っている2人だったっていうのもあるんですけどもこの4人でやるっていうことはやっぱりこれビッグマッチのみだったのですごい緊張しましたねでもやってみたらやっぱり楽しかったっていうのが正直なところなんですけども。 はいもう終わった後とかやっぱり2人はすごくすごく悔しがっていてでもその表情がまた何て言うんでしょうかね、まあ、先輩の私からしたらちょっと嬉しいじゃないですけど、まあ、もっと強くなっていくんだろうなこの2人はと思いながらあのいつでも挑戦待ってるぞと一言言わせていただいたんですけども。 そんな感じで始まった <laughs> このね神妙な感じなんですけどもこれですねまだねちょっと写真がありまして出してもらえますかあ出るかなはいえー、これですね <laughs> ちょっと入場時今のねまあ最初入場してあのまあ記念撮影っていうものがございますのであのやる前の話なんですかねこれ入場時です、ね、入場って入場局が払 で出てきて私たちスパイスアップはいつも、まあ、こうなんていうんですかねリングの周りを全員360度のお客さんに自分たちを見せたいのでリングの周りをこうやってね回るんですよ。で、えー、と正面でこうやってハイタッチするんですね。ハイタッチ。ハイタッチして各コーナーに上がって、えー、アピールをして。 リンングインするっていうあの,ーのまあ自分たちで考えて入場もすごくこだわってるんでねあの考えてやってるんですけども <laughs> この日が、えー、まあビギニング対カラーズの対抗戦っていうこともあったので、まあ、自分たちのセコンドにもビギニングのメンバーがみんなついてくれててあのー、みんなでねロープ上げをしてくれてたんですけどもあ私タックの時ロープ入らんのだよなーみたいな。 感じになってああみたいな感じになってその後輩の子たちが「ああっちちゃうんかい」みたいな感じですぐ降りてったのがめっちゃ可愛くてなんかこれ後であとでツイッターに写真探して多分ファンの方が結構撮ってくださってたのであのあげますねあのめっちゃ面白かったんですよ。 力がふっと抜けたっていうかめめちゃめちゃゃ可愛くてなんかみんなが <laughs> みんながもう頑張れって思ってたんでしょうねタイさんみたいなマイカさん頑張ってビキニングにあのベルトビギニング大会もベルトちゃんと持ってビキニング大会来てくださいみたいな感じだったんだろうね頑張れっていう気持ちで多分入場わーってしててみんなでねロープぶワー並んでこう上げてたんですよねもうその座ってる姿がめっちゃ可愛くてですねだけど私はあごめん 高難,難なんだって思いながら <laughs> 上がってリングインした時のあのそのメンバーがあーっていう感じででもすぐ降りるっていうのがなんか可愛くて仕方なくて <laughs> 本当に面白いですね多分中継見てた人とか多分分かったんじゃないかなでもしあの今後ねまあ今まだ見えるので追い配信してるので。 ぜひ PPV をあの見ていただけたらちょっとそこも、あのー、試合とはちょっと別個なんですけどもあの楽しんでいただきたいもうビギニングらしいなと思った瞬間の写真ですあの映像というか出来事ですもうでもその時にあもう絶対勝とうとう思いました,この,子たこの子たちの気持ちも背負って私はリングに立つんだと思ったらすごく何て言うんですかねいおしかったし嬉しかったしなおかつなんか。 力が抜けました。だからちょっっと笑ってるんですよね私。もうコーナーに登ってるからこの時にはもうメンバーみんな下に降りてるんですけどあっと思ってごめんごめんと思いながら言ったもんごめんごめんみたいなコーナーなんだっつってたらあって言って降りてったのでなんかそういうのがすごく、あのー、よかったなと思ってまあ今後ね「アクトレス・ガールズ・ネッツ」っていう動画配信もやってるんですけどもそちらであの試合を見れたりあと DVD の販売もしておりますのでもしねあの見る 機会がございましたらぜひあののの入場のそのところ映っ,てるかな映ってたら嬉しいんですけどそこもねちょっとチェックしていただけたら本当にあのー、面白いことがたくさん起きるビギニングだなと思いながらあのやっておりました。はい、<laughs> そういうのもねちょっと多分見た人もいるとは思うんですけどもちょっとねちょっと見どころなので。 はいあの見どころなのでぜひ見ていただけたら <laughs> 嬉しいなと思いますだからちょっと笑ってるんですよ私緊張はほぐれたうんありがとうございますなん,なんとなんとなんとコメントが届きましたということでイエーイイエーイありがとうございますはいあめっちゃ来てるじゃんあ上かありがとうございます えー、昨日の、えー、タイトルマッチ最後にたいさんが決めてくれて本当に感動しました今後戦ってみたい選手とかいますか自分的にサキ選手と戦ってほしいと思っています誠さんからいただきましたねありがとうございます脱稿児おめでとうとかも松本浩介さん健康ありがとうございます はい、えー、っとですねえー、そうですねえー、っとなんだっけあ友情をねあのチェックしていただければいいんですけどもまあ今のコメントの中で「ありがとうございます」「今日昨日来てたんだよね」「最後ねでもね自分いやタックってそうだと思うんですけど自分一人では決められない勝ったなってすごく思うのでまあそれは当たり前なんですけどもうんとうマイカが助けてくれてあの勝つことができたなっていう。 ものでしたね、だから向こうもそうだと思うんですよ。まり、あ、さん、ひかり、マリがいたから頑張れた、光がいたから頑張れたっていうところもあると思うんですけども、そういうところがやっぱり私の中ではタックっていいなって思う、まあ、タックトーナメントをやって改めて思ったのかもしれないですけども、思いましたね。今後戦ってみたい相手とかいますかこれは防衛戦でってことなのかなあのー、いますいます。えっ、ー、とー、まあ、 基本的に、えー、自分たちはやっぱりあのチャンピオンなので、あのー、誰でもあのこのベルトが本当に欲しい、えー、巻きたいって強く強く思っている方なら他団体さんでも、えー、カラーズでもビギニングでも全然正規タッグじゃなくても正規でも何でも、あのー、巻きたいって気持ちが強い方がいらっしゃってるいらっしゃればぜひぜひあの挑戦を受けたいと思っていますただ個人的に思うのは一回ね このラジオでも言ったんですけどもあのー、やっぱりこのベルトを巻いたことによっていろんな方からやってみたいっていうツイートを見たことがありましてなのでちょっと思ってるのが、えっと、このタックトーナメントにも出場していただいたダブルユーナさん えー、水森優菜さんと真瀬優菜さん、ダブル優菜さんっていう,もう大きい二人であのタックトーナメント出ていただいたんですけどもあのスパイスアップが巻いた時にあにやってみたいみたいなことをツイ,ツイートおめでとうございますと一緒に言っていただけたのでもしそれが可能ならばぜひやらせていただきたいなって思いますしあとは、えー、もちろん、早紀選手、そうですね。 ベルトになったっていうことなのでまあねそのカラーズでのトーナメントが開始するということなのでどういう状況になっていくのかわからないですがもちろん、あのー、2冠とかを狙ってこあの挑戦していただけたら嬉しいなと思いますしまあでも昨日の後楽園ホール大会とかを見てても大大大本命ではやっぱりまあ自分はビギニングだからっていうのもあるんですけれども。 かけに挑戦してもはいやっぱりうん、まあ、最近ねミクと組むことも多かったしっていうのもあるし、まあ、この間のね4.4のアクトレスガールズの一個前の、えー、午前の試合オズさんのところであの,かけるのタイトル戦とかタックのやつとかも見てて、あのー、今結構、あのー、踏ん張り時だし。 これを機にこの踏ん張りの後二2人がどうガガッと気合上げていろんなことをやり挑戦していった時の先のあのー、挑戦っていう表明になった時にすごく面白いことになるんじゃないかなと思ってますねだからまあ自分たちの団体の中だと大大大大,大本命はまあ決勝戦やった時から思ってましたが。 かけみくですね、はい、もちろんカラーズで来ていただきたいっていう気持ちもありますがこないだねそのーマリさんマリとヒカリっていうのが昨日やらせていただいた中でまあ23と言われる人たちが来たということでまあもちろん取りに来る気持ちで来るならばまずそこをどうクリアしていくのかっていうのもありますしまあそこにね 王者のサキさんが入ったことによってまだ流れは変わってくるだと思いますかそういうこととかも多分考えてくると思うので、まあ、そこら辺も楽しみにっていうとこですねで別にその所属とか関係ないって考えたらダブルリナさんとかまあルミナスもね録音してもらってますのでルミナスだったりとかそういうのもありますよねうんあとはあのー、私たちも同期タッグなのでなんか 自分たちと同じ代の世代の人たち別に正規でも正規タッグでもなくていいのであの挑戦しに来てくれたらちょっと燃えるなっていうところはありますねはいうんでも初めての防衛戦とてもとてもあの挑戦者2人のおかげで、えー、このベルトの価値は間違いなく上がってると思ってますので V2 の時も必ず。 そうでききるるよよよううににそんな未来を作っていけるように頑張ってていきたいいいけ頑張たと思いますよ、まあ、でもみんなが見たいっていうのもあの見たいって思う人も知りたいのでぜひぜひそういうのはリップとかで言ってくださるとあの実現するかどうかは分かりませんがあの可能性は高くなってくるんじゃないかなと思います、まあ、みんなが見たいっていうのもいいことだしねそうなるともっともっと見たいと思ってもらえるのと思うんですよね,ですね 日の、ね、その写真がまだあるんですよ、うん。なんだっけ、もう1枚、2枚ぐらい。あこれはベルトを防衛した後に撮った写真です。もう、あのー、汗あ、あんまわかんない、でも汗ね、びっちゃびちゃなのよ、これ。<laughs> もう私なんてベルト、もうハイランクになってるからね、画面にね。ぐらい、イエーイっていう感じで、マイカと。 させていたただきましででの写真ですねあのー、私はえっと初代にを撮った時にあのー、笑顔の写真がほんとあんまなくてですね <laughs> 嬉しくてやっぱ泣いてたきつかったので泣いてた写真ばっかだったんですけども今回の防衛戦に関してはきつかったんですけどもでもやっぱりその嬉しさの方が嬉しさの方がやっぱりあの笑顔って が自然とバーって出てきたなっていうのがあったので、やっぱりすごくあのー、思いましたね。あの笑顔の写真が多くて良かったなと思ってます。はい。まあ、ちょっと光とかマリが泣いてるのを見てもらい泣きそうになったんですけども <laughs> はい。でもそれはね、やっぱり笑顔と涙の対象っていうところで面白くできたんじゃないかなと思っております。はい。えー、あとまだありますかね。 はい、あこれ全員集合写真ですね、はいえー、これが、えー、最後のメインイベントですねが終わって、えー、最後参戦していただいた選手の方上がれる方ねあとアクトレスガールズのみんな上がってきてくださいという、あのー、集合写真を撮りましたここ最近のアクトレスガールズアクト大会を見ている人たちは この集合写真のレア感を多分すごく感じていただけると思います。えーまあ、もちろんずっとねビギニングカラーズっていうのは対抗してい,いましたし、まあ、今後もあのお,互あのお互いに負けないお互いに負けない負けないってい気持ちでやっていくと思うんですけどもこんなにねあの全員がグッてあの一緒に 中央にググってくっついてる写真って本当に久しぶりだと思います。い、あの、いつも集合写真は撮るんですけども、だいたい、えっ、ー、と、カラーズビギニングでちょっと間があるんですね。やっぱり、あのー、でも、この後楽園ホール大会、まあ、もう一番やっぱりメインイベントのおかげだと思うんですけども、やっぱりそれを見て、みんなが、あのー、また新しいスタートに向かって。 駆け抜けていくっていう気持ちのリセットにもなってでも絶対に負けたくないっていう気持ちはあると思うんですけどもなんかそれがすごく象徴されている写真なんじゃないかなと思います私はすごく嬉しかったですフォアクトリスガールズやっぱ最高と思いましたはいなのでね今後でもまああのだからって別にね仲良し小良しっていうわけではないんですけどもお互いにあのー 認めた上での、あのー、ライバル関係っていうものが築いていけることが一番の強みだし、うん、だからこそ絶対負けたくないって思えると思うのですごくこの集合写真はあのー、この後楽園ホール大会4.4に向けて動いてきたアクトレスガールズのまあ一つの執着点じゃないですけどもみたいな象徴のような。 写真だなと思います。<laughs> 多分、直前が三点二、二十二かなの写真とか、あと、大阪の写真なんですけども、こんな感じではないですからね。<laughs> らそういうのも、お客さんに、あのー、見ていただければ、楽しんでいただければいいんじゃないかなと思っております。ね、でもねこう、こういう中でも、本当にあのここで悔しく思っていること。 人もいれば、私も絶対にって思っている人もいると思うので、またね。いろんなストーリーが各選手必ず持ってます。なので、それを注目していただけたら嬉しいですし。あのー、アクトレスガールズ、みんなそれぞれ本当に個性豊かなので、あの全員に注目していただけたら、一層アクトレスガールズを楽しんでいただけるんではないかと思っております。 はいいい写真だね本当にいい写真だと思います年賀状にしたい <laughs> っていうぐらいのいい写真ですありがとうございますはい、えー、多分ね、えー、今後も公式のアクトレスガールズのツイッターとかにとか YouTube とかにもまあ、コメントだったりとかあのバックヤードのねあのインタビューの映像とかあとなんていうんですかねその会場では見えてなかったものとかはたくさん あの上がっていくと思いますので是非皆さん楽しみにしていてください。はいいか <laughs> かっっったた今改めて思うわよかったって思思うまますね、まあみんなもね、あのー、やっぱり防衛おめでとうって言っていただけるし、あのー、おかんにもねあの報告したんですけども「あ良よかったな」みたいな「おめでとう」みたいな感じで、えー、めいっ子が。 高校に入学しましたっていう LINE <laughs> も来てねえありがとうございますお互いにおめでとうっていう感じだったんですけどもうん,なんか結構淡泊な LINE のお返事が返ってきたのでうんまあよかったなって思っておりますけどもまあでも またねあのー、私たちのスパイスアップの V ロードをあのー、皆さんに届けていきたいと思っておりますし今後のねあのシングルの行方まあカラーズがトーナメントをするということなのでそのなんか詳細もあのー、アップするって早紀さんがツイートしてたのでぜひそちらもねあのー、注目していただけたら嬉しいですし。えー 4月13日のねビギニング大会はえー、のーちゃんと米山さんのカードが決まっておりますのでそちらをねちょっとぜひあのチェックしていただけたら嬉しいなと思います決定カードで発表されてましたからねただでさえあの,ものーちゃんはねのーちゃんと米山さんは本当にあのー、とてもとてものーちゃんがデビューした時からずっとずっとあのー 何かあることにとかノアちゃんが何かしたいと思うことに名前が出てくるのは米山選手っていう機会が多いんですね。本当に信頼を置いていてて大好きな先輩ということで,で、ね、今回も <laughs> ビギニング大会ということでノアちゃんがねどうしてもっていうところであのマイクを握って <laughs> あの言ったということなので何も多分状況とかねいろんなことをあんまり分かってない。 中でマイクを握っってて勝手に言っておりましたのであのー、私とかもね、あのー、おおびっくりしたんですけども、あのー、いろんな人がびっくりされたと思うんですけどもでも、えー、実際的にシングルはもう決まりましたのであのってことはおけ受けていただいてるということなのでオファーを。 なので、えー、それがね、どういう形のシングルマッチになるのかは、うん、分かりませんが、とにかく、ノアちゃんの希望のカードが4月13日のビギニング大会に決定しておりますので、えー、4月13日の、えー、新木場は、えー、のチケット予約、えー、まだお済みでない方はぜひぜひ、皆さんよろしくお願いします。いい、んって、ありがとうございます。いい席はね、やっぱり、あのー、早めに埋まっておりますので、ぜひぜひ、 チェックしていただけたら嬉しいなと思っております。えーとですね、あ、やっぱ増えてますね。一気にノアちゃんの決定カードを発表したが故に予約が一気に増えておりますね。<laughs> ありがとうございます。はい、あ、やっぱ南側はね、もうあのほとんどいい真ん中あたりほとんどないです。皆さんお急ぎくださいませ。よろしくお願いします。そしてですね、えっ、ー、と他の決定カードもあの。 まあ明日ぐらいには発表されると思います、えー。スパイスアップ出場いたします。大崎舞香選手も出場いたしますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。あとはですね、えっ、ー、と、ビギニングに関しまして、まあ、えっ、ー、と、パートナーである、あのー、あのーまあ、今回もね、アクトリス・ガールズの後楽園ホール大会にも出ていただいたので、あのー、梅崎遥選手も、あのー、出場するという形になっておりますので、ぜひぜひ皆さん、えー、ビギニングの、 また後楽園ホール大会ビッグマッチを終えて新しくなる新しい一歩を踏み出すビギニング大会も応援よろしくお願いします、えー、4月13日火曜日ビギニング新木場大会、えー、18時15分オープン 18時45分開始となっております、えー、火曜日、えーと、平日なのでね、ちょっと開始が遅くなっておりますが、えー、もちろん、こちらですね、ただいま欠場中の長谷川よしこコーナーもございますので、えー、こちらですね、第1回、とってもとっても <laughs>、お客様からは、お客様からはいいですか おお客様かかららはととてててもも評判が良かっったたので、えー、今回もやらせていいだくという形になっております先週、えー、むしろ私からはとんでもない企画をやりよったなっていう感じでは思ってるんですけども今回の、えー、長谷川よし子コーナーどんな形になるかちょっと分かりませんがあの多分前回同様来ているお客様も何かしら参加するという形に なるんじゃないかな。ヨッピーはそういうことをしそうですよね。うん。なので、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいし、多分その模様ももちろんユーチューブに流れるんではないでしょうか。楽しみにしていただけたら嬉しいですし、まあ、えっと、関東のね、大会は来れない。 けど関西で楽しみにしていただいている方は、えー、欠場中のヨッピーのね生き生きとした長谷川よし,かよし子コーナープラス、えー、どんなことやったんだろうっていうのもね YouTube で後々チェックしていただけたら嬉しいなと思いますし、えー、昨日のね4.4の後楽園ホール大会は、えー、ヨッピーはその時にね、えー 復帰を目指してて頑張ってたんですけどもやっぱりちょっとまだ難しいということで4.4の後楽園ホール大会には復帰できなくて一人、あのー、アクトレスガールズの中で、あのー、リングの外でたくさんセコンドとか、えー、みんなのお手伝いだったりとか、ね、いろんなことを一人でずっとやっていてくれました本人すっごく悔しかったと思います、えー、自分もね欠場してた時期がありますので あのー、その時やっぱり悔しかったし本当にどん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 不安ばっかり重なってしまってどん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 劣等感の塊になっていってしまったのでなんかでもあの同じ気持ちとは私は思わないですけどもでも本当に辛いけど踏ん張っている時期だと思うのでぜひぜひあのー。 4, 4月13日のねビギニング大会も、あのー、出場する選手出場するメンバーの応援はもちろん、えー、欠場中ですが本当に親身に頑張っている長谷川よしこのコーナーも楽しみにそして長谷川よしこの応援もしていただけると嬉しいですよろしくお願いします。えー、そしてね8月の、あのー、ビッッグマッチ高楽園ホール大会ににはあのー、よっぴも吹きできるように あの頑張っていただきたいと思いますし、えー、ビギニング i n g 1つとしてもアクトレスガールズとしても、えー、長谷川よしこあとはアクトレスガールズの全メンバーでね、あのー、リングに立てたら嬉しいなと 思っております。今回ねあのー、カラーズのみーちゃんもあの舞台本番中ということだったので、あのー舞,台にあのー、舞台で頑張ってるって感じだったので、えー、またねスケジュールとかでいろんなことが難しいいろんなね芸能の仕事もやっているメンバーなのでありますけども8月のビッグマッチにはあのー。 怪我とかのね欠場じゃなく、あのー、スケジュールでビッグマッチに出れる選手全メンバーが出場、えー、できるそんな大会にしていきたいと思っておりますので皆さんぜひぜひでもでも長谷川よし、うん、<ど> <laughs> 川子のコーナーは、えー、っとちょっと怖いので、あのー、あんまり、あのー、皆さんが葉っぱかけないようによろしくお願いいたします。 はい、えー、こちらで、ねえー、ビギニング新木場大会、来週の火曜日ですけども、チケット予約、えー、チケット予約アドレス、メールアドレスがございますので、そちらでも予約、受付しております。えー、と、あとは、えー、ともしわからないよっていう方は、えー、私のツイッターの DM だったり、リプだったりで送っていただけるとあの、対応できると思いますので、ぜひぜひ、皆さん。 よろししくお願いします、えー、平日などでねちょっと難しいということはあるかもしれませんが皆さんにぜひぜひ足を運んでいただきたいし、えー、楽しい素敵な熱く楽しい興行にしていきたいと思いますのでぜひぜひ皆さんカード発表お待ちいただきながらチケット予約よろしくお願いします。えー、南側の平壇はもう あと1、2枚しかありませんでした。<laughs> なので、皆さん、お早めによろしくお願いします。えー、ですね。が、えー、一番近い大会かな。あ、でも、個人的には、えー、えー、4月11日に、あのー、 のえー、今週末かにアイスリボンさんのスキップシティ大会に参戦させていただきますのでその時もこの防衛したベルトをえ巻いてアクトレスガールズ代表としてまた、えー アイスリボンさんのジョイントアーミーというユニットを組んでますのでジョイアミーのメンバーとしてあのリングに立たせていただけることをすごく誇りに思いますのでぜひ後、あのー、楽園ホールで会えなかった方とか後楽園ホールで会えたけど直接物販にはで声かけられなかった方はぜひ、えー、4月の11日のスキップ大会で、えー、改めて防衛おめでとうと言っていただけたら <laughs> 嬉しいですお待ちしてますねあの。物販でお願いします <laughs> はい11日13日と、えー、結構ねタイトなスケジュールで皆さんにお会いできるとなりますし、えー、4月13日はねあのなんと私の誕生日の1週間前ということになりますので、えー、皆さん、えー、1週間前のお祝いいいをしてください <laughs> はいえー、4月20日が誕生日なので、えー、4月13日が一番近々な 大会になると思いますのでぜひ皆さん、えー、平日ですがハッピーバースデー <laughs> よろしくお願いいたします。はいえー、ということで本日はですね、えー、主に、えー、私が防衛して V1 を重ねたただただ皆さんに褒めていただきたいという生放送となっております。<laughs> でも本当に嬉しかったです。 えー、これからも、えー、アクトレスガールズとしてこのベルトをさらに輝かせていくことを誓うしパートナーのマイカとともに、えー、いろんなものにも挑戦していく守るだけではなく挑戦していくチャンピオンでいたいと思ってますのでこれからも、えー、スパイスアップアクトレスガールズ本間体に注目していただけたら嬉しいと思います来週もね、あのー、皆さんに楽しんでいただけるように、えー 放送頑張りたいいと思いますそしてまたマイカーがね防衛したので2人で、えー、V1 のスパイスアップを届けていけるようにゲストとして出ていただきたいと思いますのでまたお楽しみにしてください。ということで今日もありがとうございました今日はなかなかクリアな声だったと思いますそれではまたねーバイバーイ